はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプレーです。 Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプレーということで、博士がいいな。ちょっとあれもやりたいんで、いつものよし。単語の節句サルティーム、これも侍セットですね。ちょっとハゲてるんですけど、これさ、侍セットなんですけど、ちょっとおでこら辺がつるっぱげなんですよね。はいまあそれだけでーす。はい。ってなわけでね、最近は猿 UFO 型の配置の仕方にハマっております。なんかね、俺が猿チーム使うとき、最近ね、新しい型をねちょっと追加したんですよ。このいつもの配置、あとなんだっけ、戦艦射撃型で、あとは最近ね編み出した猿 UFO 型。さてと、まあこれコンボできそうにないんで、 OK、 これでダメージ稼いで、ナイス。さあ、ミリったね。さてと、これでいけるか。よいしょ。オッケー、やった。さあ当たるか。さあ、これで無限 UFO 決まらないよね。さすがに強化弾一発入らないと無理だね。オッケー。でもね、この UFO 強いよね、やっぱり。やっぱこの UFO は強い。てなわけでね、次は、ジャンゴーステージですね。なんか、サルチームいろんな型があって面白いけど、最近はね、本当にもう UFO 型が一番強いなと思ってます。まあ、スーパーノバできなくなるのがね、ちょっとネックなんですけど、まあ、それを加味しても強いよね。どうでしょう。はい。で、ダブルご利益決めて。あら、マジか。ダブルご利益決めきれませんでしたね。いつもできんだけどな、ダブルご利益。あれで。いやー、マジか。オッケー。やべ、危ねえ。今ね、ジャンプミスったと思った。見てえな。さあ、当たるか。 OK。 OK。 さあ、安定した位置に使って、で無限 UFO を決めさせていく。OK、 決まった。これマジで強い。タイマンだったら絶対これが圧倒的に強いんだよね。 OK、 もうだって簡単だよ。強化弾当てて、前叩きメカゴのやつパシって1個当てて、で、あとはサル UFO 撃てば、もう、ほぼ高確率で無限 UFO 決まるんだよね。それが強い。で、俺がさっき言ってたさ、配置の型なんだけど、これがまず、いつも使っているゴリアック型。で、これがゴリアック出し型。で、最近ハマってるのが、この UFO 配置型。ってな感じでね、分けている所存でございます。はい。ではね、あ、そうだ。普通にいつもの配置型でも良かったな。博士にあのコンボできたけど、まあいいや。
あのね、黒パンだけさ、博士に繋がる、博士にだけ、あぶね、博士にだけ繋がるコンボがあるんですよね。わお、いっぱい。戦艦射撃並みに降ってきたぞ、今。オッケー。見て。あら。ちょっとね、メカヨンク危ないから、消しておかないとね、危ない。マジで。さてと。オッケー。さあ、ゴリアックを降らしていく。さあ、ゴリアックをさらに増やしていく。どうしよう。やっぱ強化弾だな。オッケー、下段フォースバレル、いいですね。はい、これでもう OK です。よし、決まった。てな感じでね、いい感じにサムライムーブを見せられたんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。 Thank you for watching.